YouTube のビジネス利用でこんな間違いをしていませんか？最近、YouTube をビジネスに活用する動きが大きくなっていますよね。でも、その中で多くの人がある間違いを犯してしまっています。この間違いを放置しておくと、ビジネスの信頼性が落ちてしまうので注意が必要です。その間違いとは、チャンネルをビジネス用のアカウントで作らず、個人用のアカウントで作ってしまう、というものです。Gmail を作ると、個人用の YouTube チャンネルが自動で作られます。これが原因で、多くの人が YouTube チャンネルを個人用アカウントで作っており、ビジネス用アカウントを作っていないのです。実は大企業も含め、YouTube を使う人のほとんどがこの間違いに気づかず、チャンネルを作ってしまっています。では、個人アカウントで YouTube チャンネルを作ると何が問題なのでしょうか。まず、動画投稿者の名前が Google アカウントの個人名で表示されてしまいます。そして2点目、個人的な趣味、思考が世間に公開されます。動画であなたに興味を持ってくれたユーザーは、詳しい情報を求めて動画投稿者名をクリックします。そこにあなたがよく再生している動画やいいねを押した動画が表示されるのです。これはどこか気恥ずかしいですよね。ビジネス的に直接悪影響があるわけではないですが、信頼性に影響は与えそうです。個人アカウントで起きるこういった困った事態を解消できるのがブランドアカウントです。ブランドアカウントを作ると様々なメリットを得ることができますが、長くなるので別の動画で解説します。動画説明欄に続きはという部分があるので、そこから次の解説動画をご覧ください。ご視聴いただきありがとうございました。